チャールズ・アルフレッド・モートン4世は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ハンタードン軍、フレーミントン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアトランタブレーブス所属。愛称は、グラウンドチャック。2002年の MLB ドラフト3巡目で、アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。2007年11月20日に初めて40人、枠入りした。 2008年6月14日のロサンゼルス・エンゼルス戦で先発してメジャーデビューし6回3失点で初登板、初勝利を挙げた。2009年6月3日にネート・マクラウスとのトレードでゴーギース・ヘルナンデス、ジェフ・ロックと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。6月10日のフルス・ブレーブス戦に先発し移籍後初登板を果たす。 7月3日のフロリダ・マーリンズ戦に先発し、6回、1アンダ無失点と高騰し、遺跡後初勝利を挙げた。9月30日のシカゴ・カブス戦で9回を投げ4、アンダ8脱三振に抑え、メジャー初完封を挙げた。2010年は開幕ローテーションに入った。シーズン初登板となる4月9日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で3回1、3を投げ8失点と炎上するなど、 4月は5試合に、投げ、0勝5敗、防御率12.57という散々な成績だった。5月5日のカブス戦でシーズン初勝利を挙げた。しかし、その後も黒星を重ね、最終的に2勝12敗を大きく負け越した。2011年は、ロイ・ハラデーを参考に投球フォームを修正し、初の2桁勝利となる実証勝を挙げた。10月に、 腰の関節唇修復手術を受けた。完治まで4ヶ月から6ヶ月の見込みで、モートンは開幕戦までには復帰できるだろうと話した。2012年のシーズンの開幕を故障者リストで迎えると、戦列復帰は開幕後の4月12日となった。さらに、6月14日にはトミー・ジョン手術を受けたため、残りシーズンを全休した。 2013年の開幕も前年の手術の影響で、故障者リストで過ごすも、6月13日のサンフランシスコジャイアンツ戦でシーズン初登板を果たす。復帰2戦目となる6月18日のシ,ンシナティレッツ戦でシーズン初勝利を挙げた。最終的に20試合に登板し7勝4敗と、初めてシーズン勝ち越しを決めた。12月11日。 パイレーツと3年契約を結んだ。2017年は球団側がオプションの権利を持つ。2015年12月12日にデビッド・ホワイトヘッドとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。2016年4月23日のミルウォーキー・ブルワーズ戦で総類中に左ハムストリングを負傷して手術を余儀なくされた。戦列復帰まで約8ヶ月で。 残りシーズン全休となった。球団は2017年のオプションを行使せず、11月3日に FA となった。2016年11月16日に2年1400万ドルで、ヒューストンアストロズと契約した。2017年は開幕から先発ローテーションに定着。5月に故障離脱したが、25試合登板で14勝7敗。 防御率3.62と6年ぶりに2桁勝利を達成した。また、規定投球回見立つながらホイップ及び、脱三振率は共に自己最高を記録した。また、ロサンゼルスドジャースとのワールドシリーズでは、優勝を決める最後のアウトを奪い、日本でいう、胴上げ投手となった。ヒューストンアストロズ時代2018年5月12日のテキサスレンジャーズ戦で、 自己最高記録となる14奪三振を残し、試合にも6から1で勝利した。オールスター休暇に入るまでに、アメリカンリーグでは3位となる11勝記録、防御率2.96も9位に入った。オールスターゲームにも選出されたが、肩の違和感で10日間の故障者リストに入った後、小流行に行ってしまったため、投球することはなかった。レギュラーシーズンでは、 2011年の171回と2、3回の次となる167回を投げ、防御率3.13、15勝3敗、201、脱三振と自己最高記録を残した。2018年12月21日にタンパベイレーズと2年3000万ドルの契約を結んだ。2020年オフの10月30日に球団が延長オプションの放棄を発表したため、 FA となった。2020年11月24日に、古巣のブレーブスと1500万ドルの単年契約を結んだ。2021年4月3日のフィリーズ戦に2008年以来となるブレーブスでの先発登板を果たしたが、敗戦投手となった。スリークォーターから平均急速95マイルパーアワーのシンカーと、決め球である平均81マイルパーアワーの カーブボールの2球種で、投球の約8割を占め、その他に平均96マイルパーアワーのフォーシーム、平均88マイルパーアワーのスライダー、平均87マイルパーアワーのスプリッターを使用する。フォーシームの最速球速は98.5マイルパーアワー。2010年までは、速球はフォーシーム主体であったが、2011年以降はシンカー主体となっている。 また、ピッチフ、X 上では2010年まで、チェンジアップが分類されていたが、2011年以降は、スプリッターに切り替わっている。ギガバイトパーセントが、m l b 通算55%と高く、シンカーなどでゴロを打たせて取るグラウンドボールピッチャー。2011年には、MLB 全体で1位のゴロ、フライ率を記録している。 トミー・ジョン手術後の2013から2015年の速球の平均球速は91から93マイルパーアワー程度であったが、2017年は95から96マイルパーアワー程度となっている。以前、ウィキペディアに家族がモートンズ・ザ・ステーキハウスのオーナーであるとの記述があったが、この件は、パイレーツ時代にウィキペディアの編集が好きなチームメイトによるいたずらだとして否定している。 ありがとうございます。